はい、ガレージライフの高橋直樹です。今日はヘッドライトのいろいろということでお話ししたいと思います。僕が住んでる北の国はですね、そろそろ雪が降り積もってくる頃でございますけれども、で、まあ雪に限らず雨もそうなんですが、雪国で結構話題になるのがですね、最近の車って LED でしょ。だから走ってるとそれ熱持たないわけですよ、ヘッドライトに。だから走ってるとどん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 ヘッドライトに雪が積もっていって、しかも凍ってくし、もうだんだん暗くなってくんですね。雪国あるあるです。ということでですね、今日はそのヘッドランプについて、まあ、ゆっくりと語りたいなと思います。最近の車もうみんな LED ですよね、新車。ということでですね、まあハロゲンランプ知らない方、もしかしたらね、若い方で知らない方いらっしゃると思いますが、この LED になるまでの過程として、ハロゲンランプってあったんですよ。ちょうどね、イメージとしては白熱球ですね。こう触ると熱くなる電球あるじゃないですか。まあ、ああいった電球に近いものと想像してください。で、その後に流行ったのが HID っていうタイプのやつ。であれはね、本当にもう皆さんこぞってやりませんでしたか？交換。ね、ハロゲンの玉を外して HID をつけると。いった DIY ですね。まあ自分でできる初歩的な改造ということですね。やった記憶があるかな。懐かしいな。今その LED になりましたということなんですけども、ハロゲンはあるんですよ。まだそれぞれメリットとデメリットってあるんです。で、まずは一昔前はまず全部ハロゲンだったわけですよ。長いやつね、ただの白熱球みたいなのがあったわけで、まあ、今もありますけれども、では、これについてメリット、はい、ではまずハロゲンランプのメリットなんですけども、これはね、さっきも言ったように熱を持つということがまずメリットです。これは雪国にとってはです。雪が積もってそれがライトについて溶けなかったらすごい暗くなるんですよ。熱を持ってくれて溶けるというのはやっぱり雪国にとってはすごいメリットですね。あと雪じゃなくてもですね、雨の日または霧が濃い時なんかも結構見やすいんですね。っていうのもそのバルブ自体の、まあ、色温度って言うんですけども、これがですね、ハロゲンの場合は3000ケルビンぐらいですかね、まあ、それぐらいなんですよ。そのケルビンって低くなればちょっとあったかみのある色になるんですね。で、それが高くなれば青白くなってくるということで、3000ケルビンぐらいなので割とこのあったかみのある光なんですね。すごい昔なんかはヘッドライトの標準がですね、黄色っていうものもありました。僕も乗ってたんですけどもね、これやっぱりすごく見やすいんですよね、雪の日なんかは。まあそういった悪天候に強いっていうこともあります。あとは、非常に安い、まあ単純な作りですからね、すごく安いんですね。で、反対にデメリットもあります。デメリットはですね、これ切れやすいんですね。すぐよく片目がついてない車とすれ違うっていうのは結構ありましたね。先ほどもちょっと言いましたけど、 HID と LED に比べるとやっぱり暗いんですね。ということで、時は流れ、それがですね、 HID が出現してきました。で、これのメリットなんですけども、やはりそのハロゲンランプからこれに変えるということはやっぱりメリットがないと変えませんよね。で、そのメリットとはハロゲンランプに比べてですよ。ハロゲンランプに比べたら寿命が長い。そして明るい。で、しかも省電力ということでですね、流行りましたね。ハロゲンの消費電力が 60W だとすれば、その半分ぐらいなんですね。約 30W ぐらいになります。ただね、これ、ワット数だけでいきますと、車ってライト 12V じゃないですか。この HID の特性によってですね、もう一つそのバルブの間にバラストっていうものがあるんですね。それで電圧を昇圧させてですね、それで放電発光させてたわけですよ。改造した人はわかるかもしれませんが、その機械、バラストはですね、高電圧注意とかって書いてるんですね。で、それがまたでかいんですよ。じゃあこの流れでデメリットの話をしましょう。つまりそのハロゲンランプに比べて部品点数が多いんですね。この発光させる部分、バーナーとその間にあるバラスト、これが大きかったんで、エンジンルームのどこにどう綺麗にしまおうかっていうね。しかもね、この HID となればその色も当然明るくなってくるわけなんですけれども、さっきも言いましたけども、明るくなればなるほど青白くなるんですよ。青白くなるんですが、その車の法律ですね、保安基準がヘッドライトは白色っていうのが定められてきました。ということでですね、そのケルビン数を上げれば上げるほど明るくはなるんですけども、青白くなってか、もう完全に1万ケルビンを超えるともう完全に青みたいに見えるんですね。ということで、車検は通らないということになっております。
なのでその限界値がどこかっていうと大体6000ケルビンだったんですね。断言はできません。6000ケルビンまでが絶対通るとは言いません。それはもう車検の検査官の采配次第で、なのでそこら辺は難しいんですけども、大体6000ケルビンまではセーフと言われております。これなんかケルビンが高ければ強いみたいなねなんかそんな風潮もあったんですね。ケルビン対決みたいな感じで、なんか自分はもう4000ケルビンつけてるんだけども、自分は6000ケルビンつけてるよみたいな感じの、まあそういったなんだろうな、数字が高ければなんかちょっとかっこいいみたいな、偉いみたいな風潮はあったんですけど、ただその法律がありますんで、あまりこの度を超えたケルビン数でいくと車検が通らないという、そういったこともあります。ただね、 HID の起動音はかっこよかったですよね。なんか 12V から 2V まで昇圧するって言ったじゃないですか。その時のね、起動音がキーンっていうかキュイーンみたいな感じの音がするんですよね。あれがねちょっとかっこよかったんですよ。その省電力といっても、その起動する時にすごい電力がかかるわけですよ、だからどうかなっていうところはありましたよね。ということでですね、次もう主流になってきました LED です。まずメリットからなんですけども、とにかく寿命が長い。もう15年ぐらい持つとかっていう話もありますけれども、っていうことはですよ、車を買ってから廃車まで1回も交換しなくていいという場合もありますよね。で、消費電力なんですけども、実はこの消費電力と明るさの絡みっていろいろありまして、一つ前の HID よりも実は LED が暗いと言われてた時期が初期の頃はねあったんですよ。ただそのやっぱり暗さをカバーするためにどんどんその消費電力を上げてきたんです。ということで消費電力に関しては HID とそんなに変わらなくなってきてるかなっていうところですね。ただですね、つくまでの反応がすごく早いんですよ。 LED ってパッとつくんですね。それは何にいいかと言いますと、例えば今は結構オートライトになってきましたけども、トンネルに入ってライトをつけた時にその光が発光するまでちょっとしたタイムラグがあったんですよ。 HIDやっぱり一回昇圧してそれからつくっていうね、起動する音はかっこいいんだけれども、つくまでちょっと時間がかかってたっていうのもあります。ですが LED はもう一瞬でパッとつくんで、安全性にはすごくいいですよね。でしかもすっごい明るい。で次デメリットなんですけども、これさっきねすごく明るいって言いましたが、この LED の特性としてもう本当にビームなんですよね。まっすぐな配光になります。例えばハロゲンみたいにこう周りをこうぼんやり照らしてくれないんですよ。素子を結構多く使わなきゃいけないっていうねことがあるんですね。ということで、まあそのメーカーがしっかり工夫しているのでうまくこう配光ができてますけれども、それがですね本当にこうその設計がですねすごく緻密なんですよ。ということでちょっとしたズレでもねいきなり暗くなって見えてしまうってことがあるんですね。でしかもその配光がまっすぐなために調整というよりも車種ですかね、それによってすごく眩しいものがやっぱありませんか。すっごく眩しいなって感じるものありませんか。まあ保安基準内であれば、まあ、適合はしてるんですけども、対向車にしてみるとねちょっと眩しすぎるなっていうところはあるかもしれませんね。あとですね、その車検対応とかって書いてるもの結構あるんですよ。これはですね、あの HID もそうです、あとは LED もそうです。あの車検対応っていう言葉に騙されないでください。車検対応っていうのは、まあ販売元がですよ、検査はしてますけども、車検っていうのは人の目で見ます。その光の色とかっていうのは、まあ高度とか、あとどれぐらい軸がずれてるのかっていうのは、まあ機械で見るわけなんですけども、その色とかに関しては車検対応ということで出してはいるんですけれども、それが絶対に車検に合格するよって保証はされてないんですね。まあ、そこはやっぱり人が絡むということもありますし、あとはですね、そのライト自体の構造で LED がその合わないタイプのものもあるんですね。作りが LED つけたんだけども光がぐちゃぐちゃに散っちゃって全然配光が定まらないと、そういう状況になることもありますので、いくらそのバルブが車検対応っていうことで売られてるとしても、まあ、つく車種、そしてヘッドライトの形状、ヘッドライトの構造ですとか、まあ、そういうものによって全然違いますから、ここは注意して購入してください。あとピンからキリまでありますよね。1000円ぐらいで買えるものとか、あとは上になるともう何万円もするものとかあります。何が良くて何が悪いって言えませんけども、粗悪品に関してはですね、結構ですね、まあ、さっき言ったその光が散ってしまうっていうことが多々ありますので、
ここら辺は気をつけてですね、安くて物がいいのがあればいいんですけれども、そこら辺は自己責任で購入してくださいということは、この3つメリットデメリット話してきましたけれども、もう一度雪が降る地方におすすめなのがですね、まあ車種によってはね、LED を選べたりハロゲンランプを選べたりっていうヘッドライトもありますが、まあ今ほぼほぼ LED それは選べないものが多いです。フォグランプだけは割とそのハロゲンを選べたり LED を選べたりするタイプがございます、オプションで。ということでフォグランプだけはですね、ハロゲンランプをつけるっていうのは結構いい選択かなと僕は思うんですよ、ね、ハロゲンですと熱で溶けますから雪が。しかもハロゲンはちょっと黄色いタイプのものを選んでいただければ、よりさらに視界が良好になると思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。